いや、去年はやっぱお客さんがいなかったのが、お客さんも入ってくれてますし、まあ、皆さんのメディアの方もいらっしゃいますんでね、選手もこう張り合いがあっていいんじゃないでしょうかね。主力というかね、本来、こっちに合流するはずの選手が何人か来てませんので、その点はまあ寂しいというか、全員が揃ったわけではないですが、まあ、考え方を変えれば、今まで本来見れなかった選手がこっちに来ているわけですから、まあ、チーム全体 の、 その底上げじゃないですけども、首脳陣の方が、チームの選手を把握する上ではいいことなんじゃないかなと思ってますし、まあ、報告でも、順調に筑後に残っている選手も、まあ、順調に合流できるというふうに聞いてますので、チームとしてはそんなに心配はしてませんし、まあ、怪我人がなくシーズンを通せばもちろん、ね、一番いいんでしょうけど、怪我人とかっていうのはつきものなんで、その時に、やっぱり今回見れた、戦力が一人でも二人でも今年のホークスのチームの力になってくれると思いますので、その点では首脳陣の方はそういう見方じゃないかなと思ってますというふうになってるんですけど、実は多分僕はそんな出しゃばったことはしたくないですそんなことはない、そんなことはないというか、自分から言うのも、まあ、どっちでもいいんですけど、俺からなんか出しゃばって会教えるっていう感じじゃないんですけどね、本当はね。いや、まあ、拓也からもそんな話がありましたし、まあ、昨年小久保さんとずっと話す中で、まあ、田谷をずっと1年間、ね、小久保さん見てきて、もうキャンプを城がつきっきり教えた方がいいんじゃないみたいな話もしてもらってたんですけど、まあね、オリンピックも昨年ありましたし、で本人もその打撃の今の数字ではやはりこう物足らないという悩みも聞いてますし、藤本さん監督になってやっぱりもう帰れない選手になってますんでね、今の数字じゃやはり9人の打線の中では、レベルアップをという話だったので、まあ契約にはない役柄ですがまああいつが2割7分タクが2割7分ったらもう絶対給料上げてもらおうって。でもそれ言うと下がったら下げられるけど2割1分以下にはならんでしょと思ってますから、皆さんね、この今日こうやってみんなに公言したんですから、ちゃんと僕のもし上がったら契約の時は証拠 VTR として持っていきますんで、三笠さんに叩きつけてやろうかなと思って。いやいや、そういうつもりでいいってことです。そのもともとまあそう思ってても打ちますよ、それぐらいの力はあります。言い方悪いですけど、プロに入ってきてる選手が500打席もらって2割7分誰も打てると思います。誰でも打てます。まあアプローチの仕方であったり、介護タクヤが打てないなら僕はそんな役引き受けませんよ。十分打てる力がある、で、まあ、もちろん守りの方は皆さん分かるようにもう十分ね、日本を代表する、まあ、歴代のキャッチャーに肩を並べるぐらいのところに来てますので、まあ、打撃の方も彼が戦力になってくれること、こんなに強いことはないですし、自分が取った虎の子を守る 1-0 のゲームなんていうのはもうキャッチャー冥利に尽きる、そういう醍醐味というか喜びも彼には知ってほしいなと思いますね。シンプルにした方がいいですよ、はい、何でもそうです。まあプロ野球なんでいろんなタイプのバッターがいいし、いろんなスタイルの打撃してもいいんですけど、その人たちはみんなそれで成績を残してますんでそれでいいんですけど、あれで出てないならまっすぐ普通にしとった方がいいです。スーツがシンプルにしてた方がいいです。起き上がるとどう変化があるんですか。皆さんも歩くときまっすぐ立ってた方が楽じゃないですか。腰曲げて歩いてて、はい、きついでしょ、はい、うん、きつくないようにして打った方がいいと思います。傘こうやって刺したら刺しにくくないですか。まっすぐ刺した方が簡単じゃないですか、楽じゃないですか。一日中こうやって傘させておきますよね。こうやってたら刺しにくくないですか、はい、もう僕の子供もそのアドバイスは卒業したぐらいのことから話してますこれはもういいことだと思います。その、まあ、向かっている方向は間違いないと思うんですけど、そこの打球方向が右に行く過程っていうんですかね、
そこも説明ずっと話をしています。打球方向が どういうふうに打ったら打球がそっちに行くんだっていう、でそこに打つことでどういうメリットがあるんだっていうところから話さないと、何でもかんでも右に打つことがその全て正解じゃないので、きちっとした形で打って、そのボールに対してきちっとしたコンタクト、力の伝え方をすると打球がこっちに行くし、逆に言うとそうじゃない球は打球は反対方向に、逆方向に引っ張る方向に行くしっていうことだと思います。はい、もうシンプルなことです。彼はもう頭では分かってます。いいキャッチャーですから、それをバット持った時に同じように、自分が配球している時と同じように、ピッチャーが投げ損ねた球、危険だと思う球、逆に言うとそれを打ってほしいと思います。そしたら2割7分なんていう数字はもう十分ついてくると思いますし、はい。